じゃあね、今のレッスンの続きだけ言いましょう。悪いのこっちですよね。じゃあ、いい方か。何もしないで。今、内側を持ち上げてます。こうやって、ある程度持ち上がります。外側を持ち上げます。大したら違いはないけど、でも、どっちにしても持ち上がりにくいんです。じゃあ、つま先の方はどうでしょう、うん。ある程度持ち上がります。かかと全然持ち上がりません。全然ないって感じがする。だからどう本当ですね。言いましたね。後で後悔しても知らないです。ほら全然どっかを固めてるっていうんでしょ。自分でやっぱり固くして、うん、かばってかかと相変わらず上がりますね、うん、ちょっと持ち上げてみる。はい、分かりました。はい、予定下ろしてあんたのさっき弾力がないって言ったの誰ですか。弾力じゃないでしょ。はい、全然あるじゃん。でもこっちはもう楽に上がれるんだけど、うん、こっちはまだいきません。じゃあここを持ち上げるには股関節をどういうにしたら使ったらいいんでしょう。じゃあね、左手をここに置いてください。右手をここに。で、だんだん下へ下げてきて。ここで今、硬くなりましたね。わ、はい、かりましたね。持ち上げて。ここで柔らかくなりましたね。はい。ここで硬くなりました。もう一回。はい。もう一回。ストップ。そこで、こう硬くしない方を感じてください。そう。じゃあ今度はね、この手をここに置いて、こう。で、手のひら合わせる。で、それで、ストップ。そこで硬くなりました。ガチ戻して。そうそう。もう一回。戻して。はい。両手外して。もうさっきと全然違う、うん、で、ここも持ち上がる、ここも上がる。ありえ、すごいね。今すぐ座ってで、私の肩に両手の受けに楽にしてる。肩にしっかり受けで、正面向いてる。はい、いいですか。ちょっとビデオ入れるの忘れてる。あ、入ってるか。さっき、これは骨盤の下への回転で上向きです。上向いて、ゆっくりしてみて、ゆっくり上向いて、ゆっくりしてみて、ゆっくり上向いて、ゆっくり、ゆっくりしてみて、ゆっくりしてみて、ゆっくり上向いて、ゆっくり上向いて、正面向いて、ゆっくり上向いて、で、まっすぐ、横に、横から背中の格好を見てください。うわ、綺麗、ね、ピッチしてんね。すごい、なんなの、ねえ、ねえ、うん、綺麗だわ。あ、なんでこんなに綺麗なの。本当だ。後悔してるの。びっくりしちゃった、ね、で、思い出してください。左側、ちょっと足開いて。全然こっちがまだちょっと硬いです、うん、で、こっちは何も触りませんでしたよね、さっきね、うん、どうなってるか。はい、うん、今今痛むのどれでしたっけ。今日は痛むのは、うん、ここのそこら辺ね、ここら辺、はいはいはい、もうね、これ股関節全然ゆるゆるなっちゃってもらいました。常にこうゆるい、そこのはいい、うん、ねえ、うん、じゃあまた両手を合わせてここに置いていきましょう。あ、もう姿勢保ててますね。はい、また伸ばしてって。あ、今度は硬くならないですね。はい、そんな硬くならないですね。一回、はい、そこで止めといてください。うん、こっちは硬いですね。じゃあ少し手を戻して、はい、また下ろして、あ、そう、もうちょっと持ち上げ戻して、はい、もうちょっと下ろして、はい、あ、ここら辺で軽くなりますね。はい、もうちょっと下ろして、はい、戻して、何もしないと、うん、本当に持ち上がるためにはこの骨が移動してほしい。この骨が こっちの方に移動する必要がある。踏み込むっていうのは、そうそう、何もしないと。単にこう持ち上がるんだけど、うん、持ち上がったらばこの骨が自動的にこっちの方に行くんですよ。胸、胸骨に手を当てて、肩って肩でいいです。そうです、そうです、そうです。
向かう方向が分かります。今日こそどこへ向かうか。左のこっち上の方に少し向かっています。そう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 です。そうです。同じように。そうそう。今度は私が膝を押しても同じ方向のままにしてくださいね。うん。右の方へ向いたままですね。できるんですよ。はい、手が押して。こういうふうに歩いてほしいんです。こうやって。自分の感覚としてね、今どうです、体重が前後どの辺にあるっていう感じですか。こっちの後ろの方、前後って、はい、うん、今ちょっと横から見てくれます、うん、見事に後ろの方に背骨で体を支えてる、うん、で普段の姿勢ちょっと戻ってる、ああもう忘れちゃった普段の姿勢をお見せしましょう。普段の姿勢、で前顔前、普段の姿勢まだいいよ、さっきの姿勢、うん、それちょっと歩いてみましょう。おお。ミスユニバースだ。ちょっと見てください。うん。全然足なんかこうやって歩いてる。うん。ね、もね、全然。それはこうやって歩いてる。ちゃんと歩いてる。うん。ついね。